3時間以上ですよね。そうですね、頑張りましょう。それでは聖地のインタビューを聞きましょう。第一限定です。ポータ選手が最近ちょっと調子を取り戻してるから、ここは楽しみ。今のはコースが分かりづらいんですかね。はい、今日は聖地選手髪の毛を下ろしてますね。そうですね、いつもはね団子みたいにね結んでましたよね。はい、選手が打った時にちょっとコースが分かりづらそうです。そうですね、木原選手もねポータとやった時そういう感じでやられましたからね。なんとなく2人は先見ですよね。はい、フラットお互いしますし、ちょっと似てます。おー、ナイスボール。ちょっとポーターの方が一枚上手か。ある聖地選手、さあ
9-8、ポーター1本リード。おっと、難しいとこに来ました。短くて、そしてミドルぐらいだったので、そうですね、フォアで打つには難しかったです。いつの間にかという感じで、そうですね、逆転しました、フェイチ選手。逆転勝ちです、はい、フェイチ。聖地の声を子供が真似してます。まあ、チョキですからね。子供はちょっと面白がるかもしれないです。おっと、フォアカットです。ポータ選手が徐々に離していってます。ただし1ゲーム目もね、こういうパターンで最後は聖地選手逆転しましたからね、はい、ポータ選手は気をつけないといけません、うん、ナイス。回転量が多いです。ナイスボール。さあ、ここからポーター選手要注意。さあ、勢いがありますよ。入ってきましたね、また、はい、後半に強い聖地。もうネットつきました。セブンオール追いつきました。なんだかポーター選手は聖地選手のプレーにちょっとイライラしてるような感じです。そうですね、勢いを吸い取られてるような。カット。面白い。おっと、スマッシュが入った。
独特な返し方です。エイトオール。さあポーター、いいレシーブでした。もう一球いけるか。もう一球いった。おー、それをうまく返していきます。ちょっとレシーブが浮いたらもう見逃しません、はい、そうです。あー、回り込みましたね。強気なプレーです。さあここも一本勝負です。一本勝負になると誠一選手の強気がその通りになりました。強気に攻めた誠一の勝利。これでゲームカウント2対2。まあ、9本10本と接戦を負けてしまっているのでポーターさんつらい。非常につらいですね。先ほどのカマラといいロッシーチームはちょっと沈んでます。はい、まあ、チームとしても今15対6と結構な点数の差を離されていますロッシーチーム。さあ第3ゲームです。ポーターのサーブから始まります。勢いがあります誠一選手。多分さあ、誠一選手がいきなり点を取った。サーブミスでしたね。なるほど。コンピューター治りましたか。そうですね、治りましたね、はいはい、さあフォア、ポーター選手、誠一選手の勢いにちょっとます。選手ちょっと集中力がないか。そうですね、誠一選手の方が集中しています。ちょっと一方的になりかけです。ちょっとポーター選手からするとやりにくい相手なんでしょうね。これだけ、まあ、気迫をむき出しにしてやられるとちょっとやりにくそうです。さあ8-4、誠一リード。
試合はちょうど10分を切りました。なんか日本太田選手はそういった柔らかいフィーリングの持ち主です。日浦さんは聖地さんとやったことあるんですか？ないですね。ちょっと年代が離れてますので。太田選手とありますよね。はい、何回もありますね。ロッシーが必死に応援してます。はい、ポーター選手を盛り上げるタス。おっと、押し込みレシーブ入らず。はい、じわじわ来ました。8-9。聖地が立ち上がった。はい。さあ、点ライン。さあ、また競ってます。このゲームも競ってます。がなんと3ゲーム連取です。はい、誰も予想してなかった。そうですね、毎ゲーム競ってますが、最後はしぶとく聖地選手がポイント。勝負強さですね。はい、そうですね。井浦さんとポーターはどのぐらいだったんですか？何勝何敗ぐらい？もう本当勝ったり負けたりで互角、互角ぐらいですね。ラリーもすごい続いて苦しい、いつも試合展開でしたね。うん、なんかこうスマッシュ打たれながら粘ってるっていうのがイメージありますね。そのポーター選手、いまだに現役です。そうですね。まあ、ポーター選手のプレースタイルならまだまだやれるでしょうね。そうですね。日浦さんはオールフォアでしたからね。はい、どちらかというとそういうタイプですね。おー、ナイスボール。さあ、残り6分近いので、あと1ゲームとキルゾーンになるような感じですね。そうですね、まあ、T2 は結構キルゾーンが面白いですからね。そうですね、まあ、見てる人もキルゾーン期待してるでしょう。はい、おっと、スマッシュを使ってきています。おっと、全部入る。聖地選手笑ってます。ゼロ。このペースだとキルゾーンにも入らずですね。そうですね。おっと、全部入る。おっと、全ゼロ。隠してましたね、今まで。惜しい、狙ってましたね。はい、
以内に勝ったらとか0本で勝ったら2ゲーム上げるとかなんかあったら面白いね。そうです、うん、あったら面白いかもしれない。そしたらこの諦められない、はい、うん、勝ってる方も手を抜かない。そうですね、うん、我慢しいな。でも今の連続ポイントはすごかったね。なんかポーター選手の女の意地を見た感じでしたね。そうですね。さあこのゲームも入るか。その意地がまだ残ってるか。惜しい。惜しい。ありました。ポーター選手さあ聖地も負けてません。気合十分です。叩いています。もう3分ちょっとだったのでキールゾーンにもしかしたら入るかもしれないです。まあ、パーソンからすればもうちょっと粘って負けてもいいからもう時間稼げと言いたいぐらいでしょうね、はい、そうですね。ちょっとお互い向きになってるというような、うん、あと連続で取れば、うん、2人打球間の間早いからね。そうですね、うん、惜しい。6ゲームっていうのは見たことありますけど7ゲームまで行ったのってあるんですかね。ないでしょう。ないでしょうね。スカット、さらに激しくなってきた。本当に気合入ってます。できるならキルゾーンに行ってくれ。あこれで難しいかまだわからないか。入った。ナインオール20秒。微妙になってきた。さあこの1本非常に大事。この1本で決まっちゃう。タイムアウトです。おっといいタイムアウトだ。そうですね。パーソン監督もロッシー監督も本当にいいタイムアウトしますね。さすが超一流プレーヤーです。今日はこの会場多くの子供が押しかけてます、はい、まあ、海外の子供っていうのはね静かにしてませんからねラリー中でも騒ぎますよ。
宮崎さんの隣にいる男の子が元気いっぱいですからね。そう、もうね、解説しながら殴ってやろうかと思ってるんですけどお父さんが横にいるのでね、殴れません。まだあのボン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 するやつあるじゃない、はい、あれで何回僕のところにこう飛んできてもう僕に当たりそうになって、まだ5歳、6歳ぐらいですかね。あとでちょっと締めとこうと思います。許してあげてください。さあ再開。あっと、あーやられた。でもポータの女の意地を少し見せていただきました。そうですね、結局ゲームカウント4対1、はい、ある程度一方的でした。ただしその中の1ゲームは1分た時点で残りが多分1秒か2秒あったんですね。ありましたかね、みたいです。あ、音は鳴らなかったもんね、はい、なのでキルゾンゲームです。みんなが終わりだと思いましたね。うん、終わりだと思った。でも確かに音が鳴らなかった。鳴らなかった。もう秒数はね、僕も追いかけてなかったんだけど2秒ですね、残り2秒だったんですね、うん、音は鳴らなかったなと。さあ皆さんが楽しみにしているキルゾンです。キルゾンです。And if you not sure on his backhand service、多分選手もお互い終わりだと思ってましたねはい、日本の皆さんキルゾーンに入ってました。失礼しました、残り2秒ほどあったそうです。そういえば試合中ラリー中に音が聞こえませんでしたからね。ということはタイムオーバーしてなかったということです。さあキルゾーン行きましょう。1球目からすごいラリーだ。女って怖いです。やった、ナイススマッシュ。ポータ選手も負けてない。もう2点あげたいおっと、ナイスドライブ。での殴り合いみたいな感じですね、うん、なんか少しそうですね、笑ってます、はい、ロッシーのイエスが出ました。はい、スリーオール、スリーオール。おっと、聖地すごい。スピードドライブ。マッチポイント。おっと、聖地今日は強かった水谷選手も、いやいや、聖地のこの気の強さ。そうですね、ポーター選手もどちらかというと気の強い選手ですが、聖地には勝てない、はい。そしてロッシーチーム、いやー、パーソンチーム、女の怖さをちょっと知った感じでしたね。The sensational Bernadette Surge further widening the gap for Team Person, making it a four match winning streak. All was going good, in fact great for you until the fourth game. How did you lose that one 11-1 to Georgina Porter? What happened there? We never had that here before. This game I don't play so well and she play all on table.And I lose so easy the game, but after I was concentrated because I know that before this game I play unbelievable good, and that is my chance to win one more point.
more 2 points. Okay, very, very good stuff. Before the kill zone game, so what happened there and then it led up to the game which you eventually won, the last one, the kill zone. Before that, 2 seconds left, what happened? They told us that was more 2 seconds and they asked us if we want to play. I say, of course I want to play because I know that I can win one more points for the team because I play unbelievable. Which you did, making it 5-1 win, fantastic. Thank you for our fans and who support us. Well, ladies and gentlemen, Bernadette says bringing her person mascot, which she made herself, by the way. Coming up next, we have the men's battle. You don't want to miss out on this one. The last match of this fixture is next.